夜のナイトチューブはクラブアメジストのムチャブリーセブン。おーい、はい、どうもこんばんは、アメジストです。おはようございます。雪のせいでちょっとそうっすね、集合に時間がかかっちゃってごめんなさい。よいしょ、今日は大雪です。はい、そうなんですよ。よいしょ、なるほどね、はい、画面がね、画面が暗い時にもコメントあったんですけど、もう早速オッケーデスジュースいっちゃいます。デスジュース準備行こうか。はい、今日は雪でも営業します。おお、雪でも営業。そう、前回が9人呼んで人数が多いって散々言われたんで。そうなんです、間違いないですね。今日は5人、もうはちょっと来れなくなったんで、はい、5人でやっていきたいと思います。こうなったら飲めとか。はい、はるかちゃんです。よいしょ、じゃあさっき遅れてきますね。早速。あ、そうそう、遅れてきますね。ララも遅れてきますね。ララさん、はい、あ、ご到着です。お、チャスト様です。あ、ララさん、うぇー、来たー。オッケー、おはようございます。来たよ。じゃあデスジュースを作って、いきなり作っちゃいました。まあ、最後の無茶ぶりで、まあ負けたチームが今回は飲むっていう。なるほど、オッケー、なるほどなるほど、流れでやっていきたいと思います。わかりました。よいしょ。なのでデスジュースは毎回ですね、一人一品。あ、はい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 、お待ちかねのね。何を持ってきてるかみんなわかんないんですけど。そうなんです。それを持ってきてもらって一気に混ぜちゃうっていうのをやってるんで。ちょっとずつ具材を入れていきましょう。だ、書いてますよ。ちょっとずつ、ちょっとずつ、そうですね。はい、チャソ様。チャソ様？やめろ、俺名前今はるかだ。はるかさんで、お願いします。前回見てくれた。前回、すみません。あ、ガオガオだ、来た。今日もモノマネやっていくんで、よろしくです。よっしゃー。すみません、おんどこ入ればいいですか。おい、ラーさん、おならーす。おならーす。だって、この寒い時期に半袖ってなんすか、マジで。めっちゃ半袖。歩いたら暑くなっちゃう。半袖なんすか。めっちゃ半袖。クソメロちゃん、どうも、お世話になってまーす。うぇー。じゃあ、具材をみんな出してもらおうか。はい、よっしゃー。取って。お、笑っちゃってください。どこだろうね。やべえな。いっぱい入っちゃおうか。ケツタバコやろうって書かれてる。なんで知ってんの。なんで知らなかったの。すげえ最新ネタだな。おお、お、内通者がいるのか。もうはるかちゃんもね、誰だか分かりましたよ。はるかちゃん、はるかちゃん、ゆいちゃんさんじゃなくてはるかさんです。はるかさんですよ。じゃあ具材発表からいきましょう。具材発表いいですか、いっちゃって。じゃあまず司から、はい、はい、カメラに向けて。まあ、今日は僕が持ってきたのはこちらです。だし巻き卵でーす。はい、だし巻き卵。おいしそうなの持ってきちゃいました。だし巻き卵だよ。はい、じゃあ次、衣が持ってきたのはなんだ。アイスでーす。アイスでーす。チョコミントじゃん。アイス、寒そう。うまそうじゃねえか。ハルカンコス、ハルカンコス、リンコス、リンコス。はい、リンコス。あとはこれラッキョー。ラッキョーだ、お前。ラッキョー。本当にそういうの好きだな。僕は前はスピリタスやったんでね、今日はワンカップ。バカ野郎。そういうのがいいけど。バカ野郎。濁り酒で。バカ野郎。じゃあ俺なんすか。デビルチョコケーキ。デビルチョコケーキ。チョコケーキ好きだな。ケーキって悪魔的な美味しさ。じゃあこれをね、じゃあ少しずつ入れていきましょうか。じゃあ、はい、じゃあ、つかさから。ありました。いきますね。なんかこれ、あれ、スプーン系もらってなかった。もうこれ、スイッチだ。スプーン系。スイッチは。あ、おぉ、危ない。歯が。スプーン系でした。これ、スプーン系。入れない。
じゃあこれちょっと入れちゃいますね。これちょっとデデデデン、よっしゃー、こっち来てくる。はい、入れるよ。マイク、マイク、マイク。まあ今回はのコメントも拾ってくんで、前回ちょっとあ、すでに切れてた。はい、あれ、これ入れない感じ。ごめんなさい、え、入れるの？何それ？え、それあれ、ぐるぐるのやつじゃないの？はそれ関係なげ、関係ないですか、これ。おお、びっくりした。だってはまら、はまらんて。え、入れよ、はまるー。入れましょう。はい、ラッキュー入れよ。あ、まだ真珠だよ。真珠だよ。3個くらい。おーしゃー、おーしゃー、おーしゃー、おーしゃー。はい、卵飛びましたね。卵がよく飛ぶ。ね、リュウジって誰ですか？リュウジ、ほんとに。あー、ラッキュー、ラッキューが臭い。またかよ、お前。ラッキューだよ、お前。この後営業なのに楽曲っていいのか、俺たち本当に。全然良くないでしょ。やめろ。良くなかったなと思います。考えもしないだろ。きっとおそらくね。オッケー。いや、もういい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 、グラスが、これ聞いてるわね。ほんとにふざけやがってまして。あ、すごいすごい、匂いすごい。もう絶対書いてる。人間の力。もののけ姫じゃん。人間食う。うわ、トロトロ。人間の力。うわ、今回ね、飲めちゃう。かわいい指だ、かわいい指だな、お前。やばいよこれ、これやばい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 。まだ この後そのまま飲まねえよ。あ、確かにカニ味噌みたいな。カニ味噌だよ。ああ、そう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 、ふざけたよ。これすげえ、おい、どうしたの。ストライク行こう。危ない危ない危ない、髪の毛行った。危ない危ない危ない、これはミーティング長いぞ。今日はミーティング長いな。青春よくリングっぽい。あ、よくよくご存知。ドロドロしてないね。いや、水っぽい、水っぽい、いいね。ほんとだ、いいね。うん、いいんじゃないの。味はどうかわかんないけど、小中味噌。じゃあこれはあの最後のね、無茶振りで負けたチームが飲んでもらうので。おい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 。で、今日はあの何をするんですか。結構あのトークをメインな無茶振りを考えてきたんで。なるほど、はい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 。なるほどね、こっちこっちこっち。はるかしゃん、もう一回、何をだ。もう一回、もう一回、もう一回。何を、何を、何を。なんであの目覚ましテレビじゃねえ、あの、いいともが終わった後、あの、ご機嫌ようやってるじゃない。あー、ライオンさんみたいな。あれのね、はい、モノマネは後でやる。うん。ね、何つうの。おーつ、おーつ。で、あの、サイコロを振って出た目のお話をするみたいな。うん、なるほど。はいはいはい。で、その内容を俺考えてないんですよ。なんとかの話ってのを考えてきてないんで、ぜひリスナーさんに。おーつ。なんとかの話、言ってもらいたい話ね。なるほどなるほど。を5個決めてもらって、うん、で、残り1個の枠は、サイコロで。あ、なるほど。それを出したやつが、僕から現金。おお、なんですか。金一封を差し上げますので。一之瀬丸一封。さすがです。人間食いた。なんであの、紙とペンを。一回マッキーじゃなくて。あ、マッキー、あ、見える方がいいっすね。なんでリスナーさん、なんていうんですかね、そのお題のあれをどんどんコメントしてもらえると。そうですね、最近あった嫌なこととか。現金3日は入れないっすね。入れないっすね、犯罪になりますね。捕まっちゃうんでね。はい、これに色紙ですね。全然画用紙系じゃないんでね。画用紙とかなかったんで、ちょっと色紙にしちゃったっす。まあ、最近やったえげつない話とかね。滑れない話、ゾッとした話、うん、現金もミキサーに入れよ。バレンタインまだ来てないよ。おーっこれ現金ミキサーに入れちゃうのかよ。しかもこれ新品じゃねえかよ。あららら、あー出ないやつだ。初体験とかえぐいな。初体験最近ですもんね、
童貞か。タバコケツ野郎、また来た。タバコケツ野郎はいらないだろ。タバコケツ野郎。困っちゃうから。誰だ、あの恥ずかしい話。好きな女の子のタイ プ, タイプ。好きな女の子のタイプ。緊張した話。緊張した話。緊張した話。緊張してるよね、俺は。本当に。出ない感じですか。出ない、そう。なんかいろいろトラベルが始まる。なんか他にいろいろあるんじゃない。話の話。いい感じじゃないですか。出てきた。出てきたんか。はい、じゃあ何の話にする。はい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 、はい、だらじゃあ最近違った、それはね、今年一番滑らない話にしよう。早くね、今年まだまだ1ヶ月ちょいしか経ってない。痛客劇場、痛客劇場、痛客劇場、どういうことどういうこと、痛客劇場どういうこ と, どういうこと、痛客劇場、俺なら言えるわ、言えるわとか。シンジさんは今日はいないですね。ちょっとあの決めて、2番目は2番目は、そうそう、2番目はね、じゃあ初体験の〇〇とかにしとく。初体験の〇〇、初体験の〇〇、ああ M 字しろ、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  見えてんのか、ハム切れてる、切れてる、切れてる、ハム切れてるよ。 OK、 〇〇、もうこの M 字しろっていうのでね、誰が書いてるのかもう大体分かってる。なになになに、見られてるんだね。はい、3番目は、3番目、これ戻れないかな、今ね、こっちで見てね、こっちで見てる、見てるんです。いやどうか、 MG モザイク、まあ必要だよね、確かに。いや、恥ずかしかった話とかどうする。最近いつやったにしとく。最近いつやったっすか。それにしましょう。しましょう、じゃあ、はい、最近いつやった、何音は書いてない。あ、そうっすよね、そうっすよ、はいはいはい、あ、そうだそうだ、ラッキョ全部入れたんや、入れすぎやん。全部入れた、そんな入ってなかったのか。残り食べたの。はい、4番目、もう多分使わさい、MG しろ。最近女の子といて一番緊張した出来事。一番緊張した、あ、それ面白いかも。女の子といて書くの長えな。じゃあ緊張した出来事でいい。緊張した出来事、うーん、なんだっけな、うーん、セックスが出てきたね、セックス、うん、出てきたね。誰だ、セックス書いたの。出たね、タコのセックみたいなでしょ。枕人数、キララ、あと1個、あと1個お題を、あと1個、あと1個 NG コメントです。 NG コメント、爆弾、うん、人数は、爆弾人数、俺相当多い、爆弾人数、爆弾人数、爆弾人数、爆弾はやばいね。最近男と中止、男と中止しました、男と中止、売り上げ悲しい話、今だから言える、男と中止できるから、今だから言えることかな。あー、なるほど、面白い、なるほどな、今だから、今だから言えること、今だから言えること、結構えげつない話してるから。じゃあこの6つですね。お、綺麗な字で読みやすいですね。字綺麗。はいはい、やっとね、やっぱカタカナのところが滑らない話、初体験の〇〇、最近いつやった、緊張したこと、今だから言えること、6が現金です。6番狙うしかないよ、ね、6番、6番狙うしかないでしょ。おー、6だ。いやー、これは個人戦なんですか。現金ね、みんな欲しいからね。はいはい、これなんです。綺麗だね、字が。もうちょっとじゃあ、まあ、一応置いていきましょうか、うん、あんま見えないですけど。じゃあ、M 字しろ、M 字しろ、M 字なってるわ、もうサイコロの準備を、サイコロの準備を、サイコロ、サイコロありますよ、ここ。なんか出てきた、サイコロ、サイコロ、サイコロ、ちっちゃいやつじゃん。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃすぎるわ、お前。うん、サイコロ、じゃあ、一人ずつ、じゃあ、はい、つかさからサイコロ振ってもらって、わかりました、いっちゃいましょう。じゃあいってきますね、うん、じゃあこの上で振った方がわかりやすいですね、こうやって。いや、落ちるでしょ、落ちるでしょ、落ちるでしょ、考えて、いきます。何が出るかな、何が出るかな、パパパパ、今カメラ向けてくれてる。1番、1だ、1番、1だ、なんだっけ、滑らない、滑らない、滑らない話、滑らない話ですね、滑らない話、滑らない話、わかりました。滑ろうぜ。今日あれなんですよ、まあ今日雪だったんで言うんでね、で電車に乗ってきたんですよ。で電車に乗ってきて、で前の席にあれなんですよね、まあ優先席座ってたらおじいちゃんおばあちゃんがいて、でおじいちゃんがチャックが開いてたんですよ。でふざけんなよ、目の前でチャック開いてんじゃねえかよと思ってたんですよ。でそのおじいちゃんたちがその次で降りて、で綺麗なお姉さんが乗ってきたんで、僕が席譲ろうとして立ち上がろうとしたら僕のチャックも開いてたっていうね、もう本当にグイグイじゃねえかお前、グイグイじゃねえかお前、本当に。まあ、さりげなくない。はい、オッケーでーす。はい、じゃあ次、衣。マジかー。一番こんなもんでしょ。あ、オールツ。おーい。
ジで早いな、サイコロおめえ、ほんとおめえのせいだよ。マジグイだわ、グイリスナーさんだわ、グイだわ。カメラワークすげえとか、ね、素晴らしい。カメラワークすげえわ、さすがです。マジかよやったね、早いですね、早いですね。しっかり現金を後で渡します。ありがとうございます。じゃあ次、何が美味しいとか言って飲んでんだお前。ハヤト美味しい。ハヤトさん美味しくねえわ。ここら辺で言ってください。はい、サイコロはそこにあるよ。あ、行くぜ。何が出るかな。行くぜ行くぜ。また落ちるか。落ちちゃって、ごめんね。1です1です。滑らない話、また滑らない話ですね。滑らない話か、よし。あ、今日アップアップアップ。おお、いいですね。はいです。まあね、最近、はい、高田のババに行ったんですけど、高田のババで、おじいちゃんとおばあちゃんが2人で手をつないで歩いてました、はい、で坂道を登ってったんですけど、その先にまた向こう側からおじいちゃんとおばあちゃん2人歩いてきました、はい、さりげなくすれ違ったと思ったら相手がチェンジ。待って待って、おいごめん、本当に見てないと分かんないと思うんだけど、いただきます。おいガイ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 よし来いガイ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 。じゃあ、続きは CM の後で。あら、CM お願いします。お願いします。このテロリッタレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。そうっすね、毎日やっぱ飲みますかね、はい、30%、 はい、嘘でしょ、飲んでみろと。まあ飲みやすい感じですね。嘘でしょ。いやー、すごい、え、びっくりした。用あり、用なしだけど用あり。これあの会社ごと買うわ。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。いなくなっちゃった。次のサイコロ、はい、はい、あ、俺ら、あ、そうそう、俺ら、あ、俺変わりますよ、はい、変わってもらって、戻っていいよ。今ちょっといろいろやってるんで待っててください。作戦会議中です。そうなんです。あ、じゃあこうなったら最後、まあ、何が来るかはこの後、じゃあこの後がここにあるね、フォロー。オッケー、行っちゃいますよ。じゃあサイコロを、こなたくんがお願いします。お願いします。はい、タラッタッタッ。おー、4番4番はなんだ。緊張したこと、緊張したこと、緊張したこと。この辺りの緊張したことはね、そうですね、やっぱ初めてはるかさんのヘルプについた時に、なんかお前誰みたいな、そんなん言われたの、なんかお前誰みたいな感じ。あ、新人のこの辺りですみたいな。あ、そうなんだ、へえみたいな。はい。なんか初対面の時もなんかね、なんか、あ、なんかましてみたいな感じで言ったら、なんかえみたいな。あ、うっす。バチバチな感じで、こんな感じでもうすんげえ緊張しました。まあ、
ごめんな。ごめんなしか言えないです、本当に。俺も人見知りだから、なるほどなるほど。初対面で緊張しちゃうから。なるほど。うん、現金あげよう。あれっす。あ、違うか。違うか。俺だ、俺だ、俺だ。じゃあ次、サイコロ。おい、ガラ。ラスト。おっと、締めてください。あとちなみに、今、5人にやってもらってるんですけど、リスナーさんがつまらなかったやつ2人を決めてもらって、やべえ俺じゃん。決めてもらったらその後にまたその2人がすごいスペシャルなね無茶振りがあるんで、あ、まだ。じゃあ最後鳥のララさんのサイコロ、イオリン、イオリン、イオリン、いきますよ、イオリン、イオリン、おい、キャッチ、ヘイ、山田、5番、5番、5番、今だから言えること、お、今だから言ってもらいましょうか、ぶっ込んでください、言ってもらいましょうか、そんなキキララさんのぶっ込んだ話を、いや今がだから言うことですよね、カズ、はい、だから、まあ、イオリン、イオリン、イオリンやめて、で、まあ、今から言えること言っちゃいましょう。はるかさん、はるかさんもやった方がいいのかしら。昨日の話、はい、昨日のことでいいですかね。もう言えるんですか。もう今だから言います。昨日、まあ、僕営業中ちょっと恥ずかしくもう酔っ払っちゃったんですけど、まあ、酔っ払うと結構ベロンベロンで、まあ俺何しても大丈夫な人になっちゃうんですよね。で、それで最後、普段口から吸うタバコをなんと、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 鼻からでもなく、なんと、なく、なく、お尻の穴から、お尻の穴から吸って煙を吐いたという、めっちゃアップだよ。バイバーイ。ブサイクが、はい。ちょっと早く座る、早く座る、早く座ればいいよ。こっち来たらなんかいつ早く、早く、まあ、タイミングが7はあんまりオチがよく分かんなかったんですけど、はい、はい、じゃあ、まあ、つまらない2人を、まあ衣がね、や会話じゃなかったからね、現金ですからね、つまんな、これはもうね、それはもう、だから現金もらえるんだから、はい、罰ゲームでいいじゃんってリスナーさんは思うかもしれない。あ、なるほど、あ、ここでそういうの言っちゃう感じですね。はい、絶対俺罰ゲーム当たんない予定だったんですけど、じゃあ、すみません、アンケートの方っていけるんですかね。アンケート、あ、アンケート、1円120万円、アンケートっていけます。1円120万円。おい、誰で本名言ってんのよ、おい、おい、何を、おい、誰で金次、おい、金次君、やめろ、寂しくない、全国放送だよ。なんでね、まあリスナーさんに一番誰がつまらなかったかの2人、2人を、2人、はるかさん、やってやって、やって、はるかさん、はるかさんもサイコロやる、時間がね、時間がちょっと押してますからね、これはちょっとね、最後余ってたら俺もやります。俺とも失敗しちゃったから、誰ですか、あ、誰が誰か分からない、あ、誰が誰か分からない、はい、名前を言って、僕が司でーす、はい、衣でーす、はい、はるかでーす、お、はい、ハヤトでーす、おぉ、こなかでーす、おぉ、キャラでーす、おぉ、そっか、これアンケートはいけないのかな、え、今、まあ今見る限り名前分かってくれたと思うんで、司に投票、おーい、おーい、よかったじゃねーか、投票されるよ、いいよ、はい、司一票、ええー、ね、ええー、ね、うん、なんか、あ、誰だ、ハヤトさんって書いたの、ちなみに、なりつぐさんはうちの内勤です。なりつぐ、ま、あんまりなりつぐさんは、ね、ちょっと怒られちゃったね、うん。逃げた。逃げた。誰か。はやと、まあ、いっぱい出てますね、名前。今のところ誰がつまんない、まあ、つかさは決定っぽいね。僕、決定、一番来た。あ、来ました。来た、来た。来た、おももさん入ってますけど。ももさんいますね。ももさんいる。ももさんいる。もしかしたら投票あるかもしれない。おっと、おっと、ワンチャンあるのか、で、これは投票出てる、わかんない、あ、もう多分出てますよ、出てる、え、どうなんだこれは、出てる、出てるよ、あ、じゃあ今投票してる感じですかね、へぇ、ありがとうございます、5人初めて見た、5人集計中、いやでもあれでしょ、話の感触で言うとハヤト結構自分だと思ってるでしょ、俺だろうなと思ってる、絶対そうでしょ、今投票した、おー、はい、出ます、はい、出ます、話が一番止まらなかった人は第1位が
はい、おっ、よーし、やっぱりな、はい、おーよっしゃ、ね、ビニール袋を引いて、オッケー、用意しようか、マジか、マジか、よーし、何やった、あー、結構大掛かりですね、マジか、俺どの辺入っちゃったよ、どうしよう、やっぱりリスナーさんはね、ちゃんと分かってるんだね、よし、下ちゃう、まあ、今から何をするか、説明、あの箱に小麦粉が、詰まってまして、そうなんです、なんとその中にミルキーを入れて、それを口で探して取ってもらうという、おー、これ楽しいぜ、じゃじゃーん、いやーな、スーツで来なきゃなってさ、すごいね、これね、そうだよ、早くスーツじゃん、ちなみに、あのうち仕事前です、ほんとそれ、ほんとそれ、営業すっぴんでいいっすか、まあ時間もないんでちょっと巻き入れきます、ミルキーは桃の味、ミルキー何個入れるんすか、1個っすか、1個だね、1個1個、これじゃあ、で、あの、じゃあやる人ら目つぶってもらって、あ、じゃあ俺後ろ向いて、どっかに入れとくから、じゃあ1個入りました、もう1個いっちゃうわ、結構分かりづらい、これはやばい、あー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 、いいね、すげえすげえすげえ、1個じゃきついな、2個入れといたらいいよな、で、これはるかさん、あれ探すの遅い方はまたグイグイとかすか、いや、それはなくていいや、あ、このまま、うん、これ自体が罰ゲーム、なるほど、おしぼりある、いや、イケメンの人がこういうことやるほど面白いことはあんまないからね、ほんとにね相当すごいことになると思うよ、顔が、あー、化粧が、ほんとに OK です、はい、ですか、全然見えない、全然見えない、そう、一応顔をつけて撮るとき気をつけて、あの、粉、あー、はい、迷惑になっちゃうんで、じゃあ、まあ、真っ白じゃねえか、じゃあ、あの、時間ないんで、行ってもらいましょう、はい、お願いします、はい、1個だけ撮ればいいから、2個入ってるから、お、はい、あ、脱いじゃうの、脱ぎまんま、さあ、どうぞ、じゃあ、俺行っちゃいます、オッケー、行ってください、同時ですか、これ同時ですよね、よーい、ドン、よーい、頑張れ、頑張れ、早っ、早っ、早い、早い、早い、ラナさん、ラナさん、ラナさんがすごい、ラナさんすごい、ラナさんすごい、ラナさん、ラナさん、あー、やべえ、これ、ラナさん、不器用すぎるでしょ、ロッカー不器用、不器用、ラナさん、もう小麦粉口の中で固めてミルキーって、はい、終了、終了、はい、終了です、ラナさん、終了です、ラナさん、終了です、1分前だから、ラナさん、30秒前、30秒前、やばいやばい、スケキヨか、スケキヨか、お前ジュース飲んでない、ジュース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 、はい、グイ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 、なに、俺も飲むよ、グイ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 、よし来い、グイ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 、よし来い、はい、じゃあ、はい、バイバイしないと、はい、ありがとうございました、マジで、バイバイ、また来週見てね、来週お願いします、素敵よ、素敵よ、素敵よ、花やべ、バイバイ来週もね、来週いっぱい待ってるよ、小麦粉来週も5秒待ってね、それではじゃんけんポン、チョキが多い、グーピースだからね この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。